はい、どうも皆さんこんにちはす、ムンスケです。信長の野望新生 PK、 名門復活へののろし、戦国武将に名乗りを上げる武田義澄編、続きをやっていきたいと思います。はい、武田といっても若さの武田。今回はですね、リクエストに答えていこうという回になっております。うん、ちょっとね、リクエスト聞いた時はやばいぐらいむずいんちゃうかって思ってて、実際ね、結構ずっとハラハラする展開が続いております。はい、義澄編、ここにいますね。うん、最初朝倉がもう攻めてきたらもうどうにもならんやろうなと思ってたんですけども、高影の代にはね、本願寺の金沢御坊を攻めることに終始しておりまして、で一度攻めてきたんですが野津瀬山で撃退しております。でその後朝倉山任されてた朝倉総敵は、もうね、寿命を迎えております。54年やったかな、この丹波の方をね平定いたしまして、婚姻同盟結んでるね山名の力借りながら三好撃退成功しました。三好からも城を奪いましたという感じのところまでやっております。普通の画面に戻そう。はい、ということでね、名門の家柄武田義澄、制作はね高家の誉れを取っております。うん、まだ200代か、朝廷にやってるよね。 OK、 まあ300までは行きたいですね。そろそろ朝倉にね分からせに行ってもいいかなっていうふうに思ってます。で、エンディングに関して、ゴールに関して言えばね、やはり二条五将を落としたいですね。うん、将軍家を滅ぼしましょう。それでフィニッシュでいいかなと思います。ちょっとね、織田家の動きがかなりきな臭くなってましたね、なってきましたね。織田とは今回やり合いたくないんですよね、正直。なのでちょっと同盟結ぶ感じでいいかな。なんか足利が滅ぼしたらなんかね、いい感じかなっていう風に思ってるので、まあ織田家とは同盟結ばしてもらいましょうかね。うん、近隣の強い敵とはちゃんと戦ってきましたんでね。よし、じゃあちょっと戦力ちゃんと整えましょう。今はまだ城ボロボロやったりするんで、戦えるようにしてですね、浅井朝倉の連合を叩きましょう。金ヶ崎付近で合戦しましょうか。うん、威風で金ヶ崎だけ落ちてくれれば十分かなと思います。で小谷城甲状腺で落とせば沢山も落ちて浅井が滅びるっていう形だと思うので、そういった流れでいいかな。一条谷まで行くか、まあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけどねっていう感じで考えております。よし、じゃあ内政やっていきましょう。はい、戻ってまいりました。ですね、浅井朝倉の連合をね倒しに行きたいんですけども、そうなってくるとね、もう山名の援軍とか頼みにできないんで、最後にねちょっと山名の力借りちゃおうということでね、三木城攻め、別所を攻めましょうということで3330借りました。で野津山からの部隊も出しましたね。
2騎乗6800、7000ぐらいで、多分赤松から援軍が来る1万ぐらい。まあまあいけるでしょう。舞台をじゃあ出していきますか。ちょっと兵足りてない気もするけど、まあまあまあ大丈夫でしょう。それでは、集結していきたいと思います。はい、三木城付近まで来ましたね。やはり赤松が兵出したんですが、そんな赤松のね城に雨子が迫っております。入らんで大丈夫、大丈夫。これ赤松滅亡しますね。雨子がいいタイミングで仕掛けたな。やったぞ。野戦となる、陣を構えよ。はい、それではね、赤松を追っ払って行きましょうかね。ご命令を聞かせ、お道を願います。明らかに行こう。領を狙う、続け、お敵地を固めやすわな。王将を我らがつり、頂上です。攻撃を飾る。王将を我らがつり、そこでこの国宛でもって決めてくれよ。命令を下せ。やっと、敵を蹴散らす。敵を蹴散らすぞ。こちらに、かなりの血盤回すぞ。やろうとやるぞ。さんが、お前らの力を見せてみろ。おっと、援軍の串橋動かない。勢いは上回っているか。ほー、敵の退路を封じる。敵を攻撃する。いかなる手を打つか。皆の者、進むぞ。兵らもう進めるぞ。お、クシャーシ、動き始めましたね。ちょっと遅かったんじゃない。お道を願います。先へと向かおうぞ。はは、敵の軒口へ向かう。打ち破ったり、ご命令を下され。敵の軒口へ向かう。命令を下され。敵の退路を叩くぞ。いかがしましょう。敵を攻撃する。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。ありえません。皆の者、退路を塞ぐぞ。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。いかなる手を打つか。今は試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。はっ、兵らよ、進め。はい、赤松撤退しましたね。赤松もさすがに国力弱体化するのを恐れたんですかね。まだそれならすぐに帰った方が良かったんちゃうかな。よし、行こう。この勢いで城も落としてしまいましょう。はい、それではね、やっていきましょう。三木城の戦い。これで別所家をね、吸収しましょう。結構強い武将いるからな。
矢倉、矢倉壊しに行ってみたいと。おめでよ。こっちに向かいか。治安の下頃です。ここに、ここへ敵を引いてください。おめでよ。スパスさんは得意とは6こんな感じで、はい、で、ここここ時間かかっちゃったな。スキープズセイ。待って。おめでよ。全部タイガー。ごめんよください。かまっちゃえ。ありがとう。今この時間。かわいいの。この。で。お、敵を攻めたい。いかがしましょう。今、あの、見せてやろう。今こそ披露してくれようぞ。治安の証拠です。いかがしましょう。こちらに鉄砲隊前。うわ、戦車食らった。敵を打ち払います。よし、強撃入れましたね。おっと、結構遠いところから食らわされた。やりました。はい、ナイス。いかなる手を打つか。吉住、あっちで、今よ。わしに行こうか。我が戦法を見せてやろうぞ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。いかがしましょう。ハタノさんとちょっと変わりましょう。今よ、我が戦法を見せてやろうと。いかがしましょう。踏めごろ、なんか厄介。いざ進め。ごめんよかぜ。我が戦法、今進めない。ごめんよかぜ。いかがしましょう。我が戦法を見せてやろうと。こちらに。お命令ごらん。こちらに。うわー、攻撃食らった。勝機が見えたぞ。いかなる手を打つか。よしよしよし。今へ、我が戦法を見せてやろうぞ。こちらに。君さん、ヘイラよ、こう進めるぞ。が、我が戦法、ポジション的に今こそ受けるがいい。なんたることか。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。敵将捕らえたり。よし、オッケー、やりましたぞ。オッケー、これで士気も回復。城門も壊せてるから、いかがしましょう。久米五郎敵を蹴散らすぞ。倒しに行こうか。 おさしずを頂戴したく。赤いがこう動いて、敵を攻め立てん。我が武略をもって完全の敵を打ち払え。今こそ披露してくれようぞ。いかがしましょう。行くぞ、皆の者。何？何ですか？サタの敵対？今の戦法により勝機を見出すとき。我が戦法、今こそ受けるがいい。いかなる手を打つか。吉宗君じゃない、吉住君が。いかがしましょう。ちょっと食らってるぞ。はは、行くぞ、皆の者。怪我だよ、見事。お、大宮部隊倒しましたね。
さあ久米五郎の部隊ももうすぐ倒せる。今こそ受けるがいい。敵将を捉えたり。残り3部隊。敵を撤退。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。苦しき戦よ。はい、一式限界ですね。はは。戻らそう。戻れない。切れやろ。その身で確かめよ。ここで本丸もうすぐ落とせるんですけどね。よし、これで士気は安定した。お許しを願います。吉岡行きましょう。あわやさん撤退。なんてことか。ちょっと待ってくれ。うちの部隊が撤退しすぎや。さあ残り2部隊、同乗してる部隊ですね。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。行くぞ皆の者。わしではかなわぬか。何に討ち取られた。いかなる手を打つか。お、中の部隊いなくなったぞ。今がチャンス。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。全然チャンスちゃうかった。あとミリやけどね。これじゃないの。いいですよ。ありがとうございます。また色が悪いござる。色悪いね。オッケー。今こそ受けるがいい。証文なくなったらもうこっちのもの。うん、攻め潰してくれよ。皆の者、はい、力を今こそ見せる時ぞ。本丸落としましたね。あぶねえ。結構ギリギリになってしまいましたね。やっぱ甲状腺は油断できない。しかも武将を一人討ち死にしてしまったしな。我らは城を落としたぞ。まあその分敵の武将を回収で帳尻合わせていきましょう。将を捕らえたわい。お使いするとしよう。オッケー、全員入ありがたく。さあ帰還してオッケーで、側室にしていきましょう。椿ちゃん結婚しまーす。はい、あ、耐える。いや、さすがに耐えれないな。よし、じゃあ今度こそね、金ヶ崎取りに行きましょう。はい、戻ってまいりました。それではね、かなり兵数も増えてきたということで、金ヶ崎攻めたいかなと思ったんですが、防衛の拠点にされてしまいましたので、もう直接小谷城行きたいと思います。ただ小谷城、このね、上からの道とこの山間部の道と南からの道しかなくて、今上からしか行けないんですよね。この状態で小谷城行くのはかなり危険ということで、で一計を案じました。それがですね、よう申してみ、そなたらは我が足利家との同盟です。これによってですね、ここの琵琶湖がね通れるようになったんですね。なので、南の方の部隊、こう琵琶湖通って小谷城行きましょう。で北の方の部隊がこういう感じで行きましょう。おそらく朝倉から援軍は来ると思います。で沢山も
向かってくると思います。うん、でかい戦やった後に小谷城の攻城戦、なかなかにハードな戦ということで気合入れていきましょうか。はい、戻ってまいりました。斉藤がね、小田に攻められてます。それから武田が、甲斐武田がめちゃくちゃピンチですね。長尾にえらい深くまで行かれてますね。これで、本当の武田は若狭武田っていうことになってしまう感じですね。でもうせっかくなんでね、足利から援軍もう借りることにしました。で織田に向けて出てもらいましょう。2部隊1万ぐらい、ああいいですね。2部隊で朝倉からの防衛をねちょっと意識しましたね。実は山名に陽動を頼んでます。金ヶ崎の陽動お願いしますということで、これで、ちょっと集まっていきましょうか。うん、最後は野津山の舞台を出して、動くべき時は今ぞ。これで敵の動きを待ちましょう。整えよ。はい、戻ってまいりました。金ヶ崎に山名陽動に向かわしたおかげでですね、朝倉は金ヶ崎防衛に行きましたね。で山名さんはね金ヶ崎行っちゃうんで、こんな戦ができるんですね。やりましょう。朝倉を追っ払いましょう。めっちゃうまくいけばこの戦のあと金ヶ崎攻めることまでできそうっていう感じですね。山名は使うか。ご主人、先の仕掛けのことご命令をください。了承に向け進め、交渉を制する、進め、いかがしましょう。いざ進め、お指図を頂戴したら。さあ始めよう。やりました。こちらに、いや、了承を取るぞ。この前に立ちされるものだ。だけ違い、攻め中ござる。お指図を頂戴したら、敵を攻めたぜ。牙を前に、進め。槍にて敵陣を破ろうぞ。あ、ヘミさんが一番やり、ここで高台から振り下ろしていきたいですね。はい、ナイス。おっと、マガラがめっちゃ出てきた。お命令を。敵の軒口を攻め取らん。要所を頂戴せん。要所を手に入れるぞ。はい、攻撃入れていく。よし、高台からのね攻撃もあり、かなり早い。おっと、ちょっと待って。マガラが前に出てきた。ご命令を下され。ちゃんと弓矢の射程のところにいないと。すぐ戻るんか。
敵を打ち払います。よし、まあ軒口はもうね、うちが攻撃しているということでね。我が先方の前には物の数ではないわ。はい、軒口を落として勝利ですね。よし、朝倉はパンチ王やかやりやすいですな。これでまさかの浅井がね、全く動かなかったんで。生け捕りとしたぞ。まさかのなんですけど、拾った命無駄には。小田二条もう攻めれますねこれ。はい、10部隊78000、これはいけるでしょう。よし、今回はこの戦までにしましょうかね。うん、行きましょう、行きましょう。じゃあ行こう。ここが忍び人生。なるほど。あ、縄文時代は住みやすいか。オッケー、これはちゃんとしようや。ご命令をください。ご命令をください。ご指示。動くぞ、続け。いざ、進め。はい、行きましょう。ここの道がね、一本道なんで、この忍び人生に全部隊が入らないように注意しないといけないですね。見せてやろうぞ。でこっちは基本的に陣太鼓もやし、縄文も強撃ができるんで攻めやすい。しかもこっちに主力を置いたんでいい感じですね。敵を蹴散らすぞ。いざ。で久保の立ち威力みたいですね。我が鉄砲、今こそ受けるがいい。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。はい、ナイス。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。忍び人書が混乱を打ってくる。今が動くべき。それは大丈夫、予定通り。何が起きている。さあ、敦司さん倒して我が先方に手を押し通る。いざ行かん。目を賜りで、いざ進まん。はい、久保の太刀。行けよ、我が刃を。オッケーオッケー。敵を退けます。敵を直で減らしてくれるのはありがたい。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。金ヶ崎攻めではね、足利の援軍は働いてくれないので、ここで頑張ってもらおう。今こそ受けるがいい。行くぞ皆の者。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。思案のしどころです。皆の者、進むぞ。敵兵だ。我が先方の前には物の数ではないわ。高がさあ、今が動くべき時ぞ。こっちもいざ進まん。複数殴れる場所があるから行きやすいな。動くぞ、続け。行くぞ皆の者。お指図を頂戴したく。ご命令を下され。いざ進め。敵が勢いづいている。藤鷹が前に出ましたね。挟みに行こうか。思案のしどころです。鉄砲隊始めるぞ。あれ、皆の者、我ら
ダの力を今こそ見せる時ぞ。さあ強撃が入っていく。敵勢退けたり。敵が残り4部隊ですね。これは結構楽な戦いになりましたね。我が戦闘を見るがよい。内鷹の部隊は敵を蹴散らす。いかがしましょう。大丈夫だから。今こそ我が戦闘により勝機を見出す時。壊滅するまでね、前進させよう。無謀の立ち。素晴らしい。残り2部隊。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。残り1部隊。はい、縄文破壊。かかりました。我が戦法にて崩れるがいい。突撃していきましょう。もう落ちましたね。かなり余裕がある感じで織田二条打ち破ったり落とせました。よし、これは威風で浅井滅ぶでしょう。2万の犠牲で済みましたね。来ましたね。まことか。これで北近江をこの城もらい受けました。手中にすることできました。財滅亡。おとなしくしていてください。兵糧ゲット。使えるとするか。これで混乱持ちの武将が結構入ったんちゃうかな。よし、これで足利家は帰りましたね。観音寺攻めれるっていう感じか。いや、次回金ヶ崎行きましょう。山名がね待ってるんでね。妙案がございます。あ、薬剤師がいましたね。お使いいたします。清秀が入る。今の残存戦力で大丈夫かな。城を奪ってみせます。金ヶ崎三方面だからね。攻めましょうか。城攻めです。こんな感じで心せねば。次回またね、朝倉にうちの力を見せつけていきたいなと。うちの方が名族だというね、名門だということを見せていきましょう。でもうすぐね、足利倒してのエンディングが見えてくるかなっていう感じですかね。足利と同盟が切れたら織田と組みましょう。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。